ほー、まだおちゃんです。お絵かき心理テスト7、心の奥まで失礼させていただきます。お、引き続きやっていきます。今日パート2です。ではやっていきます。今日はテンポよくね、パンパンパンと済ませていきましょう。11問からだね。やっていきます。問題11、あなたは魚を釣りました。どんな魚を釣った？どんな魚を釣った？どんな魚かな。魚が書けねえ、しんどい、しょってしんどい。これ魚ってわかる？回答、あなたの視界に見える現実がわかります。どういうこと？小さい魚、現実に疲れてる。普通の魚、現実を見て生きてる。巨大な魚、夢見がち、お花畑の。よかった。小さい魚、でも現実に疲れてる。現実逃避したいと思ってたのよ、そろそろ。そういうことやな。出てるわ、魚に。問題中に、怪我をした人がいます。どこを怪我してる？どこを怪我してる？どこだろうな。手首？左手首、この辺、この辺負傷してます。深い意味はなく。深い意味はないよ。深い意味はないけど、左手首。回答。あなたの眠れる本能がわかります。閲覧注意。ちょっと待って、みんな心して見ていこうね。では、ドン。頭や心臓と急所に怪我をつけた人はド M の本能が眠っています。え？急所？で、手首って急所？でもね、手首って切りすぎるとあんまりね、良くないもんね。これは急所なのか。隠れド M かな、私は。いや、ド M 公言してるけどな。問題13、ケーキを書いて。あー、ケーキね。こないだチーズケーキ作ったばっかりだからさ、チーズケーキ書くわ。結構、決めに作ったんだよね。いや、絵心ないのバレる。絵心ないのバレる。ちょっと上の方焦げちゃったから、こんな感じかな。チーズケーキやからね、何も乗ってないのよ。OK。これで、回答。仲間とのポジションがわかります。顔を帯、段数のある形、中心でいたい。何かが乗ってる。割と引き立て役。その他の形。一人が楽。一人が楽です、私は多分。みんなとね、いるのも好きだけど、一人の時間も割と好きですよ。両方いけるタイプ。問題14。爆弾の導火線に火が、どこから切って止める？あ、ここに火がついてんのか。どこから切って止める？もうここの、この辺からもうバーンって切ったらいいやん。どこから切って止める？ここでしょ？ね、いいよね。そろそろ私に絵心があることをアピールしたいから、ハサミの絵描いとくね。わかる？これ、ハサミって。書かなきゃよかった。回答するー！どこを切ったかであなたが地球を救う時の思考がわかります。どういうことやし。結果、爆弾の近く、地球を救うためなら多少の犠牲を取らないタイプ。あ、ここね。私やん。火の近くは自分の命と引き換え地球を救うタイプ。かっこいい。こっちの方がよかった。こっちこっち。皆さんはどっちでした？真ん中とかにすればよかったな。問題15。冷たい飲み物を買ってきてと友人に言ったら全然違うものが、その飲み物はどれだと思う？友人でしょ？なんだろうな。なんかおしるこ買ってきそう。これやな。まず、お味噌汁売ってんの？カンカンで。おしるこやな。回答。あなたがイラッとするキャラがわかります。やば！これなんかちょっと、見とうないかも。おしるこ、デモデモだってくん、コンポタ、見えっぱりな人、味噌汁、理屈っぽい人、ここはわざとらしい天然。あー、なるほどね。デモデモだってくん、あー、デモデモだって、あー、どうなんだろうな。全部、時と場所によるけど。でもだってくんはイラッとするみたい。
問題16、竜に乗って空を飛びました。どのくらいの高さまで飛んだ？印をつけて。いいね、竜に乗って空を飛びました。どのくらいの高さまで飛んだ？あれやん、右早見ピー主やん。これがあれでしょ、線でしょ、線。飛ぶならどのくらいの高さまで飛んだ。でもそれはもうめっちゃ飛んだから、まあこの辺かな。ずっともう空を飛んでいくんや、こうやって。あ、勝てた。可愛くないこれ、顔出し。頑張って描いてみた。こんな顔だったっけ。回答する。あなたの成長の仕方が分かります。お、これはいいんじゃね。伸びしろしかないやろ。高いほど環境で成長するタイプ、低いほど努力で成長するタイプ。あー、なるほどね。私は環境タイプっぽいわ。顔なしは努力で成長するタイプやな。なんかよくわからんけど下にいるから。問題17、山に向かってヤッホーと叫んだらなんて返ってきた。なんだろう、山に向かってヤッホーと叫んだらなんて返ってきた。なんて返ってきた。やまびこじゃないの、普通に。ヤッホー、まだおちゃんですって返ってきたんちゃう。ヤッホー、まだおちゃんですやから。オッケー、山に向かってヤッホーと叫んだらなんて返ってきた。ヤッホー、まだおちゃんです。解説で。あなたは何を期待しますか、どういうこと。ヤッホー以外を書いた人はよく無駄な期待ばかりしてがっかりするタイプ。あー、でも期待はしがちかも。夢見がちな少女やから私は。問題18、このマグカップが似合いそうな知り合いの名前を書いて。このマグカップが似合いそうな知り合いの名前、なんだろう、色緑か、似合いそうな人なんだろう。緑の人わかんないな。お父さんにしとこう、父。回答、その人はあなたにとって…てんてんてん、これはあなたが心の底から信頼できると思っている人です。父やわ。お父さんやな、まあ、これは正解やな、お父さんやから。問題19、ここにはあなたの知り合いの名前が書かれています。誰の名前が書いてある。お猿さん、こうちょっと間違えたらこういうブランドのキャラいるやん、危ない、これバンされるで。誰の名前、知り合いの名前が書かれています。あなたの知り合いの名前が書かれています。誰の名前が書いてある。誰だろう。お猿さん、友人 A。 友人 A、 私の友人 A。 回答、猿にはこんな暗示がある。なんだ、この人にだけはバカにされたくないと思っています。やば、名前書かなくてよかった。友人 A、 ごめんね、私の友人 A。 バカにされたくないと思っているみたい。そんなことないけど、うんこ。問題20、友達のサプライズパーティーを自分の家でやることに、自分の部屋を好きなだけ飾ってみよう。サプライズパーティー、私の家で。こういうのね、めちゃめちゃ張り切っちゃうタイプなのよ。まずなんか折り紙で輪っか作って、なんかこんなレース作るやつあるじゃん、ああいうのとかもやっちゃうよ。こういうオーナメントみたいなの、わかるこれ。今なんかいろいろ売ってんじゃん、アマゾンで。風船とか。もういろいろ置くよ、多分。風船持ち放題。もうとりあえず、なんか、バルーンとかめっちゃ置いちゃう。で、ここに、お花なんか置いちゃったりして。あ、お花がかけん。私の木、キーボードじゃない。マウス操作じゃもう、これがもう限界やわ。
なんかお星様とかもやっちゃったりして、いやもういやしどい。なんか絵心なさすぎる。とりあえずオーナメントつけて、なんかお星様つけて、バルーンやる。でこれお花。オッケー。数ではなく種類に注目。え、マジ？種類？飾り物の種類が4つ以上の人は素の自分に自信がないタイプ。そのままでも素敵だよ。待って、やばい、4種類以上あるやろ。まずオーナメント星、これ2個やろ。でバルーンで3個、お花で 4つ以上やから4も入ってるやろ。自信ないよ、そんな自信なんてないよ。自信つけたいよ。問題21、ガラスに傷をつけてしまった。どのくらい傷ついている？ガラスに傷をつけてしまった、最悪やな。どのくらい傷ついている？いやでもな、なんかな、ガラスか、引っ掛け傷みたいな、こんな感じ。ギギ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 、あー嫌やな、こんな傷。傷が多いほど？やばい、5本書いちゃった。ガラスいっぱいに傷を書いた人は余計な一言が多いタイプかも、気をつけて。やばい、一言が多いタイプかも。いやでも半分ぐらいやから収まってる感じでは。まあまあ、どっちもどっち、どっこいどっこいってことで。問題22、こっから誰かと飛び降りるとしたら誰と飛び降りる？ちょっとこっち来てよ。やばい、もう骸骨が下にいっぱい、自殺の名所やな、コウモリも飛んでるわ。誰かと飛び降りるとしたらでしょ。だったらもうそれは誰も巻き込めないから、一人で行く。誰もこっちに来ないで。はい、回答、一人で降りる。ドクロが一個増えます、私の。これ私のドクロ。回答、あなたが選んだその人は、俺はあなたが何をしても許してくれると思ってる人です。まあまあ、そういう感じなのね。一人で降りた場合はどうなるの？自分を自分で許せ。なんかすごい寂しい人みたいじゃん。問題23、自分のそっくりさんと遭遇、しかし一箇所だけ似てないところが、それはどこだった？一箇所だけ似てないところが、それはどこだった？そっくりさんと、なんだろう、一箇所だけ似てないところ、なんだろう、手の小指かな。このここ、人間の手って指が5本あるでしょ。私小指がすごくちょっと変わった、珍しい形してるんだよね。小指、オッケー、似てない、そこは自分にしかない特徴ということ。ほう、待って、そこはあなたが一番自信を持っているんです。小指なんだけど。手の小指。指、手にしとけばよかったじゃん。小指だけやん、自信あるの。まあでもそうだな、小指はまあ変わった形はしてるけど。続いていきましょう。問題24、この会社従業員は何人くらい？何人くらい？ピザカンパニー従業員数、いやでもどうなんだろう。窓が12345678910112個も窓があるってことは3階建てやな。普通にもう現実的に考えてるけど、
何人くらいいるんだろう。50人くらいかな。50人。え？回答。従業員の数イコール人生で付き合えるチャンスのある人数です。付き合えるとは言っていない。50人結構多いな。じゃあ付き合えるチャンスのある人やからもう出会ってるかもしれないってことやね。まだ出会ってない人声かけてくださいね。待ってます。問題25。この男の子のズボンの丈はどれくらい？この男の子のズボンの丈？どれぐらいだろうな。この辺か？ウエストって。まあでも、この辺、あんまねー、こずってるズボンって好きじゃないのよね。なんかだらしなくて。だからまあ、くるぶしが隠れる、ちょっと上ぐらい？流行ってるよね、今。流行り終わった？ちょっとこの辺に穴が開いたりなんかしてね、どこでこけたのって突っ込まれるズボンあるよね。ここがパックリしてるやつ。はい、回答。あなたに足りないものがわかります。何？短いほど冷静さが足りないです。逆に長いほど勢いが足りないです。なるほど。長めには書いてないよね。くるぶし上やからちょっと普通よりは短いってことやから、まあ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 いいでしょうって感じなんじゃないの。でもここで一回破れてるからな。破れてる部分はどうしたらいいんだろう。問題26。これに効果音を書き足して、効果音を書き足して、これ豆電球っしょ、明かりがついてる。その効果音は、待って、閲覧注意？閲覧注意なような回答だった？エッチが終わった後のあなたの状態を表しています。キュピー。待って、やり直したい。いや、おかしいやろ。エッチが終わった後のあなたの状態を表しても、キュピーって何？めっちゃ元気になってんじゃん。あまり深く突っ込まないでおこう。キュピーってなってるから、みんなよろしく頼むわ。問題27。宝石の入った宝箱を発見。さて、宝石はいくつ入ってる？宝箱でしょ。宝石いっぱい入ってるやろ。山盛り。絵心。なんかお茶碗。お茶碗になった。もう、ザックザク入ってる。山盛り入ってて、その中で3つぐらいめっちゃもう超レアな鉱石入ってますみたいな。3つぐらいね。3つぐらいがダイヤモンドで、他はなんか綺麗な、なんかキラキラしたやつみたいな。やばい、あなたの強欲度がわかります。めっちゃ書いちゃった。巨大な宝石数個、強欲度 200%、 小さな宝石たくさん、強欲度 30%、 その他変なもの。強欲度 100%、 ま、巨大な宝石、いや違うな、小さな宝石がたくさんやから強欲度 30% やで。これ全部ちっちゃいから、ちっちゃくてその中で3個ぐらいがめっちゃレアみたいな見解やから、私の強欲度 30% です。ってことにしとこ。問題28。この扉何年開いてないと思う？ニートって書いてるよ、ここに。ここ重要や、これニート。ニートの部屋やん、これ。何年開いてないと思う？もう開かずの扉やろ。もうおかん呼んでるで。早く開け。
もうリアルにここはもう10年ぐらいでしょ、ここが中で化石になってるわ。解説する。この期間実は…てんてんてん、あなたに訪れる人生最長の恋人になる歴です。いやでも10年当たった、当たってるかもしれないね。ニート歴が恋人いない歴イコールなんだね、これ。まだ29。白と聞いて思い浮かぶものを一つ書いて。白？白？白ってなんだろうな。雲かな。雲。雲を書いたけど、雲の前に一番先に出てきたのが、白って聞いて雲を思い浮かべたんだけど、雲の前に白い風船っていうお菓子知ってるかな。これが一番先に思い浮かんだわ。めっちゃ美味しいのこれ。てか今お腹空いてるからかな。食べたくなっちゃった。お菓子やな。書いたものであなたの今後の人生がわかるかも。え、マジの、え、白い風船やば。物や生き物、結婚に向いてます。飲食物、独身貴族に向いてます。独身貴族だって私貫くわ、独身。誰か目取ってください、私を。でも雲って何になるんだろう。物や生き物じゃないよね。だろう、なんか闇深いもん書いてしまった、両方。問題30。車のガソリンを入れ忘れたみたい。あと何リットル残ってる？あと何リットル？もう残ってないんちゃう？入れ忘れたんやったら。言うてでも5リッターぐらいあればまあ走るやろ、頑張ったら。頑張れ。勢いつけたる。いけ。ファイト3。あなたはゆとり世代ですか？え？5って書いたで。この数字はあなたのゆとりレベルを表しています。残量が10以下の人はゆとりレベル高め。誰がゆとりや。まあゆとりやな。ゆとってるかも。この数字はあなたのゆとりレベル、あーレベル5です。ゆとりレベル5でした。お絵かき心理テスト711問から30問まで回答してみました。皆さんはどうでしたか？面白い回答でしたかね。心理テストができる上にお絵描きもできるっていうめっちゃ楽しいゲームです。モバイル版、みんなもぜひ一緒にやってみましょう。次回31問からやってみようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も見てね。バイバーイ。